来た。1試合目。対戦よろしくお願いします。まずハンターから始まるか、サバイバーから始まるか。ハンター、ネルメロさんがハンター。ここ足跡か輪っかどっちがいいんだろう。足跡金庫で行きますか。性格悪いし私。準備 OK。勝ちたい。ここで勝って、でかい1ポイントを作るんだ。ねこのマップはね、遠く離れてる段階で目視でサバイバーを見つけるのが結構大事。全然いないけど。お、手応えあり。北西いた。今透明化使ったよね。これでしょ。え、違うんだ。2個たまたま2個並んでんだ。やば。透明化して落ち着いたところを狙えばよかった。やばいやばいやばい。なんか木箱、今木箱動いてたよこれ。おい、恐ると確保。え、真ん中の発電機回してる人いる。さすがに強気ちゃう。え、どこ？わかんない。やばい。うまいみんな。やべ、めっちゃ発電機回ってる。え、負ける。やばい。強いみんな。え、これ順当に負けじゃない？てか必殺技落ちてこないし、もう発電機ダメやがって。こんな弱いんだ俺。やばいかも。え、でももう発電機2個も、あ、2個一気に回されちゃうからもう負けなんだよな。いや、そう、もう相手のポイント数を減らす。これだ。今シャルロットいたな。あ、ちょっと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 。アンジさんは捕まえたけど。まだ全員一気あるんよね。せめてなぎちゃん先生のポイントをさっき捕まえてれば 0.5 ポイントにできた。勝った人のポイントを 0.5 ポイントにする戦いや。やばいやばい。まずいって。いや、これはね、もう序盤に2回しのがれた時点でね、負けだった。まあ、こっから勝てばいい。真ん中割と隠れられちゃうと。そんな隠れられてたかな。ちょっと悔しいわ。まあ、透明トリックでフリーナでいいな。さて、初手発電機いこうか。とりあえずいきなりこっち来てなくて怖っ。え、バレてる。危なっ。今開幕私が歩いてたとこ真正面からさ、八重美子がなぎちゃん先生を襲いかかってきた。危ね。思想が見えた。でもこれ結構焦れるんやで。ほら、私一人目を追いかけて、今一人目私狙いに来て、で見つからんかったやん。めっちゃ焦んねんこれ。今めっちゃ通知、発電機の通知いってるしさ、これめちゃくちゃ焦るこれ。あ、やべ、回し切っちゃった。入った。やべ、2個回し切っちゃった。やばくねこれ。いや、マジこれやばいな。ハンター側、謎に焦る。これ私、スキル、まだ上がってない。あー、こうやらかした。まあ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 。こっから負けることはないと思う。透明化が来るタイムになってる時に回しに行くべきじゃない。てか そんなに真ん中にこだわる理由がね、今。うん、セーフプレイで行くわ。私1ポイント欲しいから。いや、発電機全部回ってるでしょ、もう。あ、これやばい。あ、やだ。え、やめて。おい、え、ずるい。じゃあ、当たった。マジかよ。必殺技と、だからほんまに、じゃあさっきのミスやん、どう考えた。え、でも 0.5 ポイント欲しい。頼む。いや、私のせいだ、マジで。いや、てかね、クールタイム待ってから行くべきだった。くそ。マジで。なぎちゃん先生、一人勝ちやん。頑張らねば。やり込み度が違いすぎる。そう、初日、配信でめっちゃやった時あったやん。あれからやってないんだよ、一回も。こっからの、こっからゼロ負けでいこう。マジ、ゼロポイント負けはほんまに。まあ、いや、分かりやすかったか今。透明化するべきだ。ちょっと待って。いや、でも逃げ道ないもんな。俺弱いかも。で、ライデン将軍奥行った。
あぶな。あれ拾いに行かなくてよかった、私もしかして。やば、あんな近く降りてきたら取りに行くでしょ。いや私先般みたいになってる、やばすぎ。発電機結構固まってない。ナイスナイスナイス。私勝ったけど捕まっちゃったから、じゃあ 0.5 ポイントや。分かりやすいとこで擬態しすぎ。擬態ってでも物よりちょっと離れてた方が設置物っぽくない？攻めるか。だからね、真ん中の発電機無理して回しに行こうとしなくていい。私登るのが強いならもっと登っていこうかな。立ち回り、とりあえず通知だけ飛ばして、ここに右道なくね、ここ。あちょっとやばすぎ、私ちょっと待って。え、やばいやばい、マジでやばい。私はマジ見つかったら死亡だから。いや、このラウンドアンジさんが勝つよね。てか私とオソルトがバンバンって捕まっちゃったから、ここの発電機回し切れたら勝てる、だいぶ。え、なんかハンターいない、結構巻いてくれてる、ナイス。回し切ってよしよしよし、やらかしたけど後半持ち直した。結構危なかったけど綱渡り、私を殺す目をしてたけど、あん時これ勝ったんでかいよ。こっからよ、やべ。いやこれ不利だから許して。いやちょっとハンター間違えちゃったけど、これ不利になるミスなんで許してください。これ勝てなくね、こんなミスしたら。あ、ちょっと一旦落ち着こう。やべえ、めっちゃ発電機回ってる。そんななんか変なことしてないのに。私が向かう頃にはもうみんなどっか別のとこ行って、もうやばい、無理、勝てねえ。無理くね、フェイントかますのも大事やな。大振りない。いやちょっと動きが素直すぎるかもな。だね、今え、どこに隠れた。そこの発電機回されるのは尺だ。やべえ、私弱すぎる。てか思ってたよりみんなが強い、やば。まあまあフリーナになっちゃったのは私がフリーになるだけだからよし。今キララ映ってたな。でもさ、このタイミングで使う必殺技、まあでも使った方がいいか。これでミニマップから私映んなくなった。発電機回し切られてる。ミニマップに映んなくなって足速くなってるけど見られ見つかってない。ラグくね？ちょ、あ、シャルトも捕まえてるわ。オッケー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 。2体、2匹潰した。でかい。こっち回して、回しかけか。あー、やばいな。もう3個リーチだ、もう。あ、逃げられちゃう。もういなかった。いたよな。今、紫の影が見えたぞ。え、どこ？いやーむずいわ、勝てねえ。私が1位になる未来はない。弱え。登る時間は同じだから強い。だから登る瞬間が見られてなかったら登るのって基本強いんだ。いや、まずそこを知らなかった時点でもう弱いわ。もうマップ2個しかねえから、もう開幕位置とか大体予想できちゃうんだよね。バレるくね、普通に。全然終わったかこれ。もうなんかめり込んじゃって、もうどこがどこだか分からん。
感知の輪で一個一個読まれたら無理だな。金庫来るから強気に行かないとな。なぎちゃん先生捕まった。弱すぎる無理だ、もう終わりだ。いや私弱すぎる、全部一人目で捕まってる。いやもうしゃあない、忙しかったもん。でも練習しとかなくてな、うん、こういうとこね。うわ即死やん、やば。えやっぱさ脇位置覚えられてるってこれ。ここ強くない？いや、丁寧に左にするか。さすがに。ちょっとやめて。I'm a beacon。あ、怖っ。やべ。よく早く。よ。ちょ、ビーコン感知の割に弱すぎません？透明化一択じゃん。感知の割弱すぎる。ビーコンバレてるら無理無理やられた、マジ。いやー悔しいわ。来年には期待してるぞ。まあそうね、猛練習しなきゃな。ポイント出しますか。下から順に行こう。ポイント自己申告で。じゃあちょっと下から申告いいですか。じゃあ私ビリだと思うんで、はい、ネメロさん、はい、3ポイントです。どうもです、こんちゃちゃです。ネメロと申します。突然私を呼ぶなんてどうしたの。もう見た目も好きだし、ずっと前から大好きだから。実はね、私も同じだよ。